まあ、警察庁の理事官、まあ、とんでもない天才で, <laughs> で、天才ってどんな感じなんだろうと思って、だいぶやっぱりあの、紺のスーツと、あとは眼鏡とびっしり分けたあの七三分けに助けられた部分はあったかなと思います <laughs> 本当にド迫力の映像と、まあ、カーアクションとかも本当すごくてですね、あの個人的にはあの。 まあ、理事官の役だったのであの捜査室の中でのお芝居が僕は多かったのであの大沢さんが本当に塗装劇でいろんなアクションされているのを見てちょっと申し訳なく思いましたね、<laughs> ずっと室内にいたので僕は警察庁のエリートを演じていかがでしう、はい、そうですね、まあ、年齢的なところも含めて、まあ、警察庁の理事官 結構難しいんじゃないのかなとは思ったんですがそこはあの監督にあのクランクインする前にあのその桜庭のプロフィールを紙で渡していただいてでどういう経歴なのかというのを追っていろいろ説明していただいたら、まあ、とんでもない天才で,で天才ってどんな感じなんだろうと思っていろいろ監督とあのディスカッションしながらあの役は作っていったんですけどもだいぶやっぱりあの紺のスーツと。 あとはメガネとびっしり分けたあの七三分けに助けられた部分はあったかなと思います。はい。岩田君。そうですね。岩田君。ねえ。なんか。本当に同い年で。うん、そうなんです。そうなんですよ。なんかこうも、はい、こうも違うんだ。っていう。いやいやいや。ちょっと凹みました。あの、岩田君のあの華やかさと。<laughs> でも本当に。同い年で、今現場ご一緒するってあんまりないんですよ。そうですね、なので、なんかすごく嬉しかったですし、なんか。 うん、頑張ろうっていう、なんか気持ちになれましたどうですか岩田さんいや本当はあの、は同じ思いというか、やっぱ同世代としてこの、なんていうかこう、映画を一緒に作れるっていうのも、ものすごく嬉しいですし、なんかあの、共演シーンは実はそんなに多くはなかったんですけども、その中であの楽屋とかであのいろんなお話できて、すごくいい時間でした。